Thank you.
Thank you.
Thank you.
八分法に弓をかなり 使いましょうね。そうしないと、いきます。もう一遍、あんまり程度問題と同じように。タッ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 と。前へ出た人の後へついてくださいね。前へ出た人の後へ、それが自分の思いと違っても前の人たちの形につかなきゃしょうがないですから、もう一遍あんまり力が頑張らないで大丈夫です。これどこにも書いてないんですよね。これ誰がつけたか、誰がつけたんですよ。それがなんか非常に受けたんですよね。外国でも一番これ回数多いんじゃないかな。それでまあモチーフとしては、これはいわゆるソナタ形式という音楽の形で、別にその筋書きはないんですけれども、4つの楽章がこう進んでってですね、最後の楽章が非常に力強く明るく終わるということが、めでたしめでたしにつながるでしょうね。それから人の一生に例えれば、まあ一生懸命生きて最後はまあこういいとこ行ったというようなことも、まあそれはみんな例え話ですけど。アクセラントなしです。今出たテンポいいですから、そのまんま行くんです。それで速くなったらダメです。あれな、何もならない。トリオ入ると。1、2、3、4、5、6、4、8小節前。はい、どうぞ。マルカットだだだだだだだ、もっとフロしていけない、だだだだだだだ、それでやってみようか。1、2、もっと弓が短くていい、だだ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 だ、とテンポ早くしようって言ってんじゃない、音色をもう一度、1、2、3、1、2、つけてなくていいから、バンバンでいいからってテンポ取り、さっきと今彼が言ったところからいいですね。はい。